キーちゃんで今日呼ばせていただいて、なんでお前これ何を見てキーちゃんって言ってる、いいですか、なんかキーちゃん来たテンション上げていきましょう、イエーイ、ほな飲むで一緒にテキーラ飲んでくださったらなと、みんないいよねこれもう全然ちっちゃいだろう、ケツ頑張って、あのいや、でかくちゃクビになるから飲むのいつ23です。23か。全然ちゃんと持て。イケイケドでは負けたくないですね、大阪。そうだろ、うん。関西おかしいな。大阪のはずやのに。大人の、ね、男性の世話を、ね。そういうプレーを喜ぶ客もいるじゃねえか。はい。難しいです、でも大人の男性の方が。当たり前だろ。チンコ垂れ下がって床についてるやついいね。何の話ですか、何の話だよ。はい。失礼します。どうも。すいません。すいません。こんばんは。何がすいません。なんかやらかした。すいません。やらかした。すいません。はじめまして、ニーナです。よろしくお願いします。お願いします。いや、ニーナって、お前はハーフ？いや、ハーフじゃないです。なんで日本です。いや、お店のことが考えてくれました。はい。なんか、そうです。あ、最初に聞いとかねえと、さっき飲ませなかったの悪いから。一緒にやっていただいてもいいですか？うん。ありがとうございます。あのずっと呼びたいあの名前があって、うん、あのひきちゃんって今日呼ばせていただいたんです。なんでお前これ何を見てひきちゃんって言ってる。なんか絶対ひきちゃんで私行こうと思って。なんで行こう。いやもうなんか1ヶ月ぐらい前から考えてました。1ヶ月前。はい。なんかあれだぞ、はい、ちょっと。はい。30年ぶりに来たけど。はい。はい、大阪南わちゃわちゃするんだろうなって言ったのに、はい、南おとなしいぞ今。本当ですか、盛り上がっていきましょう絶対。あ、すいません、うんうん、ありがとうございます、いただきます。大阪どうですか。大阪どうですかって、ま、楽しいですか、ま、出身関西だろ。はい、大阪です。なんで標準語喋るんだよ、サッカーに。いや、合わせるから関西から関西いいですか、関西おいしい。間違えました。おいしいが標準語でもある。あ、ちゃうか。じゃあおいしい、あ、イントネーション、イントネーション、はい、お前細かいな。大枠で関西弁で来いよ。、はい、大枠関西弁ですか。なんで悩むねお前。普通なんか、ニーナいくつ。ニーナ26です。26、はい、じゃあいけんだろ、はい、関西弁ぐらい。いや、関西弁ですか。とりあえず、なんか、テキーラで乾杯しません？うん、ちょ、昨日投げたい。あの、なんか YouTube、 いいですか、一緒に。俺は別にもう、テキーラもう一緒にいいですか、ひーちゃん。ひーちゃん、一緒に飲みたい。ダメ、その標準語できちゃうから。いいですか。一緒に飲もう。いや、間違えてる。じゃ、一緒に飲まへん。どう、はい、あのさ、はい、なんでそう、固くしゃぶれ。普通にしゃぶれんじゃん、お前。関西人なんだから。確かに、イエーイ、お待たせしました。ひーちゃん来たテンション上げていきましょう、イエーイ。ほら飲むで、ひーちゃん飲むで、いただきます。アプローチしていくには、あ、見てる人にアプローチしていくにはバリバリで、はいはい、来ないと。確かに、あの、はい、何をと思ったか忘れちゃったよ、好きな匂い嗅いだの。もう大丈夫か、ズーよ、ほんとに。ズー、ズーやばいですか。私がやばいですよ、絶対。いや、別にお前に限らず、はい、一人目の、はい、ノンアル女子だけは、はい、飲まねくせに、よう喋るな、はい、お前バリ重い、はい、確かに。いうぐらい、めっちゃ重い、はい。だってあっち、家で一人でもニュース番組の司会者と喋ってるらしいから。そうなんですか。え、でも私もあのテレビと喋ってます。あの、おもろいなと思って。そういうやつ、あいつんちもそうだけど、はい、お前んちも監視カメラかなんか置いといたら、はいはい、こいつちょっと、はい、どっか病んでんじゃない、はい、なんか朝、はい、なあお前彼氏がよ、行ってさ、はい、朝起きてさ、はい、なんかうるせえな笑い声って、はい、お前のニュース見て、はい、話して笑ってて、はい、多分びっくりしてるな、あの、一緒に泊まったら。一緒に泊まったらやばいな。多分、いいちゃんびっくりする。ひーちゃん倒れると思う。倒れるの。うるさすぎて朝からちゃんと美味しい朝食が作る。ああ、飯がね、はい、はい、何作るの飯。目玉焼き。いや、でもできるわ。
ウィンナーは焼くだけなんだもん。あ、じゃあ茹でる派。茹でるだけなんだ。今作るってこういうふうに言ったけど、はいはい、目玉焼き振らないし、はい、お前ウィンナー茹でる。ウィンナーはちょっと火通したのにこうちょっとフルーティー。でもこれ全く関係ない。確かに。でも目玉焼きとソーセージで、はい、はい、あと納豆合わないな。海苔。目玉焼きとソーセージを出すじゃん。はい。で、で海苔。あ、違う違う。あの、はい、ご飯なのパンなの。あ、ご飯です。それも絶対ご飯です。ご飯でしょ。はい。で納豆と海苔。納豆、あとお味噌汁と作ります。あの味噌汁はインスタント。なんかあれだな。はい。ホテルのバイキングみたいな。いやでもあの愛情入り。あ、愛情させてよかった。何を言ってる。ミスったこれ。愛情分。愛情分だけ注ぎます。お前の愛情がどれぐらい見とこう。遅いな、しかも標準語です。標準語でした今。標準語や。あら、そうか、ミスった。なんか、ずー頑張れ。ずーか、絶対頑張ろう。頑張ります。燻製の香りはどうですかね。だいたいね、燻製の香りが、お前するなってやつがここにいたら、はい、はい、言えない。まずくね。大阪の燻製女はさ、今日ちょっとね、テーマを間違えたら、はい、燻製女子探せっていうのが、はい、いやでも意外と多分今なんかいい感じに多分燻製になってきますよね。ニーナさん、ニーナさんお願いします。ってことは臭いとか。え、ちょっとすいません、ごちそうさまです。ありがとうございました。またお願いします。もし万が一戻ってくるようなことがあった時は、はい、お前標準語喋ったら、はい、すぐチェンジ。絶対じゃない。封印してくる。そうそうね、YouTube 見てくれ。あ、いいな、今日ズー標準語喋ったやつチェンジ。絶対 YouTube 見てきます。ありがとうございます。すいません、ありがとうございました。ひーちゃん、バイバーイ。ひーちゃん、バイバーイ。昔さ、飲んでる時にこうラムネあるじゃんか、はい、ラムネを飲むと、はい、あ、舐めてるとあんま酔わないって聞いたことある、うん、あります。あるんだよ。これなんでかって、ブドウと、うん、失礼します。お前あれだからな。はい、失礼します。標準語喋ったら、はい、チェンジするの。標準語、私岡山出身なんで一応いやいや、なんとか方言はあります。うん、いい、大丈夫。あ、お願いします。セナです。セナ、お願いします。何飲む。まあ私も緊張してるんで、もしよかったら一緒にテキーラ飲んでくださったらなと。みんな言うねこれ。もう本当に。いや、いいよ。いいですか。ありがとうございます。で飲んでも、はい、あと2人だから。まずそれぐらいでもいい。カウントして。じゃんけんしなきゃ。いつもの10分の1ぐらいです。あ、じゃあまだ一人テキーラ一杯にしよう。いや、俺がね、はい、お前が飲むのがいいんだよ。はい、俺がこう飲み始めるともう本当にね、英語でも喋ってるかのように日本語字幕。めちゃめちゃ編集が大変な感じになっちゃうんですね。そうそう、大変だろうなと。俺が見てるとこいつ何言ってか分かんねえやみたいな。後で見返したらそんな感じなんですか。そうそう。楽しそう。岡山弁ってどんな特徴あったっけ。俺も岡山は岡山弁なんかイントネーションっていうよりは、あの方言にジャケとか、よく千鳥さんが言われてるなんとかなんじゃっていうのを使うんですけど、大阪来て今4年なんですよ。そしたらこう、その大阪の方々にのめり込まれて、あのジャケンとか使わなくなっちゃいました。方言って難しいですよね。場所によって本当に全然違うし。昔はでも西と東の戦いがすごかったから、仕事で大阪来るとなんか飲んでると、け東京人なんか帰るや、黙ってんだよとか言われる。東京が黙ってるって言われる。標準語黙ってる。だから言ったら大阪の関西弁がベース、東京時代の。で別にさ、標準語が東京だろうが大阪だろうが別にどこでもいいんだけど、はい、大体標準語は東京って誰が決めたんだろう。あれ実際昔江戸時代って、あれは浅草とか京都が人だろう、はい、あれが江戸に行った時だって東京っていうよりはあれ浅草の方なの。だから江戸っ子って言われる言葉ってあっちだ、てやんでとかっていうのが、あの江戸っ子っていうので、あれは東京のあれとちょっと外れて、あ
と東京でも違うんですか？違う。場所によるんですか？でそれがいつの間にかこう癖も何にもないのがこう標準語って誰が決めたのね。標準語って何なんでしょうね。誰が決めたの？京都人は京都が標準語って言ってる。みんなそうなの。俺がこのインスタグループの擬音バージョンはめっちゃ面白いで、俺の京都の逸話は伝説いっぱい残してるから。京都のズーができた時だって、なんで擬音のクラブにズーなんかでキャバクラなんか作りやがってって名だたるママたちが怒ってんのをなだめてそれ連れてってズーのママと、ズーキャバクラなのにママがいたの。あ、ママいるんですか？でそのままと合わせて連れて行って食事会とかして仲良くやるなっていう歴史がある。すごっ。そんなことあったんですね。でもまたそういう京都の女すら騙すからいけずで、ほんとにもうね、京都のね、女性の方は京都は何回か言葉だけ、外国人が言ってる言葉はチョコレート、心は冷蔵庫、あれ京都人だよ。心、ありがとうございます。いただきます。あ、前は全然食わなかったのに食うようにして。美味しい、ありがとうございます。美味しいか。いや、もうこれ今6、7杯目ぐらいいただいておりまして、緊張してて、緊張してて、テキーラとかラムとかって、うん、雪山で遭難した時に飲む酒なんだよ。そう、体を温めるために。あ、死なないように。そうだよ、全然やってること違う。飲み屋でお前テキーラバンバン飲んで死んでるって、お前雪男に失礼だろ。いや、めちゃくちゃ今申し訳ないなって思いました、雪男の人に。白人とか欧米ヨーロッパとアジア人って、あの体質が違ってて、お日本人ってあんまりアル中って聞かねえじゃん。あんまり聞かない。アル中になる前に体が壊れる。アルコールを分解する能力は白人、欧米ヨーロッパって強い。だ、白人とアジア人と同じ体型でご飯も一緒、トレーニングのメニューも一緒、それを1ヶ月やると圧倒的に白人の方がこんなに。もう元々の作りが違うんですか？そこの最も優秀なのがやっぱり黒人。強そう。だって黒人なんてお前ダウンタウンでな、ストリートでさ、ジムはいけない子供たちのあのムキムキぶり何だから、多分白人たちがあの黒人の能力を恐れて迫害した。すっげえハードやってねえけどさ、女だってケツガーッすんごい上がってるやろ。あの女があのでかいケツを振ってオスをおびき寄せてんだ。めちゃくちゃヒップアップ、めっちゃ大きいし、盛り、もうなんか上がってるし、なんかもうまずどうしたらどうできるのかなみたいな、この日本人私らはってぐらい。え、ケツをあんなでかくしたの？そうそう、お前ずっとクビになるからやめてくれ。確かに。セナさん、セナさんお願いいたします。めっちゃ早いですね、時間経つの。女の子はこれはどうと回して、あと、じゃあ、あと2人来なきゃいけない。あ、5人目の侍、ありがとうございました。頑張れよお前。めっちゃ楽しかったです。いや、まあまあ、ブラ…ちょっと立ってくれ。はいはい、後ろ向いてくれ。え、恥ずかしい。ブラジリアン柔術じゃねえけど。ちょっと、カメラ向いてる、恥ずかしいです。全然ちっちゃいだろ、ケツ。ちょっと頑張って、あの…いや、でかくちゃクビになるから。ずーうまい感じに鍛えて、綺麗なものに。ありがとうございます。ありがとうございました。お隣失礼します。はい、どうぞ。関西？関西です。お、じゃあ標準語禁止やで。あ、OK です。ナナです。はい、ナナ、はじめまして。あ、いや、何飲む？あ、いいですか？どうぞ。いただきます。みんなペンの持ち方誰に教わったね。ナナいくつ？23です。23か。はい、今年4になります。今年4なの？はい。じゃあ、まあ、ペンぐらいちゃんと持て。わかりました。なんかまるで俺が説教じじいみたいな。はい、いただきます。お前だってなんか23歳の時点でもう喋り方とか雰囲気が、はい、お前みなみっていうよりなんか新地っぽいもん。あ、そうですか。あ、でも新地の
逆にクラブの女の方はイケイケいっぱいいるの。逆にですか、南の方がワイワイのイメージ。イメージだと、ね、ここ30年前来た時もうちょいわちゃわちゃわちゃってなんかこう30年前だからやっぱりパツキンがいっぱいで、あ、ギャルギャーギャーわーわー言ってたけど、やっぱ世代が変わった。あいつらがみんなお母さんになり子供を産み、お前たちがこう世代を変えてキャラクターになったら、確かにで、おとなしくなって、イケイケのでは負けたくないですね、大阪。そうやろ、うん、関西がここって、おかしいな、大阪のはずやのに。今年頭にさ、はい、全国なんかこう初詣で行ったりするときに、うん、南部でミス大阪ってあの、うん、すげえ古い戦後50年変えてない店が、お店ですか、うん、まるで昔ね、どこぞの三代目が撃たれたなんかキャバレーみたいな表の作りだね。見た目ですか、うん、で行ってみたいって行こうぜ、うんうんうん、マジですかとかみんな言ったの、うん、すんげえ箱でかくて、うん、最年で50代、最年長77歳、すごっ、いっけいけやで、みんなお前負けてます。大阪のおばちゃんらがもうブワーッと店にいるんだから、すごそう勢いが。あ、だから77歳呼んでって言ったら、あ、もう帰ったわ、え、何時でって10時で、早い早い、オープンし最初から3時間働いて帰っちゃうんだって、疲れる、あ、もう限界であの人はすごいよとか言うの、会ってみたかったわみたいな、負けとるぞお前、おばちゃんに、やば、77歳、いや俺がやってた50いくつたちがいたけど、うん、もうバリバリ来てたわ、負けてられへん店長のちょっとイケイケ度が足りないって、ちょっと俺が困ってんね、イケイケ度がすいません、イケイケ度がみんな緊張しちゃって、もう僕もいや、もうドキドキ、イカリちゃんはなんか下でずっと落ち込んでますなんで落ち込んでるんだ、いや、わかんないです、敬語喋ったら余裕になっちゃいます、なんか思うように喋れなかったみたいな何喋ってたあんたも記憶ないですって言ったんです、記憶ない俺もかよ、いや、乾杯しましょうすいません、いただきます、いただきます、ちょっと頑張んないとな、俺歯医者でもだよ歯医者で受付のお待ちしてる女の子が来ます時見てます、お前がってお前もしかして夜働いてねって、あ、いたね、前違う歯医者行った時、お、それこそ六本木の図、はい、うん、いて受付で、でマスクしてるじゃん、うん、顔が全容分かんないわけじゃん、うん、ああ、ださ、私は誰お前俺はあそこの歯医者のお前なんでこんなとこにいたみたいなそんなことがあるんや、そうで、夜当たりで寝不足でも大丈夫大丈夫、あのここだけなんか書いときゃ、ここはマスクだから、まあ確かにバレへんそう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 ありがとうございます、ごちそうさまですありがとうございます、ラスト一人ですね。まあ最後の子一番真面目かもしれない。マジかよ。女の子隣に失礼します。はい、どうも。ゆりさんです。すごい。ちょっとお前は。何ですか。真面目だろ。真面目なんで分かるんですか。真面目なんですよ。あの顔に書いてあるもん。お前今日ズー最後の一人だぞ。はい。ズーらしさが全然こう出てこないところの中でお前ちゃんと。ゆりです。ゆりだ。はい。なんか様になってますね、この風景が。風景が。はい。こういうなんかラグジュアリーな感じがあってますね。私声フェチやからめっちゃちょっといい声を。声フェチなのか。はい。ちょっとセクシーですね。酒上げでしょ、多分。酒上げ。え、もう道も長いの？3年目ですね。3年か。はい。でも一応一本でやり出したのはここ1年半ぐらいなんで。あ、ヒリやってた。ヒリやってました。幼稚園の先生は5年間やってました。誰が真面目に見えんだよ。だからですよね。だからかずっと5年間やってて担任持ってたんで、ヒル感が抜けないんですよ。ちょっと悩みなんですよ、それは。ちょっとでもいいんじゃない、酔っ払ってどうしようもない客に、はい、お前が幼稚園の先生、はい、どうしたのあれダメよ大人のね、男性の世話を、ね、そういうプレーを喜ぶ客もいるじゃねえか。はい。そっちかよ。難しいです、でも大人の男性の方が。
当たり前だろ。いただきます。うんうん、いやだってお前さ、はい、女はないから、じゃあさ、な、男のチンコはさ、はい、でっかいのとちっちゃいのとどっちがいいって、私はサイズ関係ないとかっていう女もいるけど、はい、うっそつけえだった俺の知ってるやつで、はい、買ってこれぐらいのやつがいて、はい、だから昔なんかだってソプラノ言ってても聞いたことあるもん、本当に買ってこれぐらいのお客さん存在するんですか、だってこれぐらいが。なんでかっていうと、やっぱり本当に普通に女性にこう出会ってやった時に、うん、なんか惹かれて付き合ってても最初はいいけど、うん、気にしないでって言いながら、どんどんそういう雰囲気にならない方にこう女が持ってくじゃん、はい、で音が分かってるから、はい、で傷ついてお金払ってそのブランドとか行くのを彼女たちは分かってるから、でもさ、私の指の方が太いよね。言うね。2本入れたらさ、女だってないものは、はい、ちっちゃい指、まあ大きい指、大きすぎんのも嫌だけど、まあまあいいよ。男の、男のパンツにもカップがあればよ。そうですね、確かに。な？カップ作ってほしい。お前 A カップとか。いいわと思うやろ。はい、そうですね。てるし、まあ、あ、そうか、 C ぐらいがちょうどいいかな。はい、確かに。俺はお前 H カップだけど、いや、ちょっと無理って言うだろ。ちょっと大きすぎたらね。それはそれでちょっと怖いですね。だそれと同じだと思ったんだ、ブラも。確かに、そう考えたら納得いきます、そのデカバイがいいのが。そうだろ、あれ、女行ったことあるセット？あります、あります、はい、女ブルに椅子がない。はい、男ブルにある。あ、いや、まあそれはやっぱりいろいろ筋とかの問題で、座ると女は大変だから。ゆりさん、ゆりさんお願いいたします。で、俺一回セットでこう一緒に座って回ってる時に、チンコ垂れ下がって床についてるやついんね。ほんまですか？もうすっげえこと、お前チンコで筋拾ってねみたいな。ああいうやつってこう、あっこから膨張したらどんだけ、多分ああいうのは膨張しない。やっぱさ、男は、まあ、膨張率だと思うわけ。そうですね、膨張率。うわぁ、なんか普通だねって、うわどうやったらこんな大きくなるのってちょっと面白いじゃん。はい。で、女がペチャパイナの B カップが興奮したら F になるおっぱいがあったら、あ、そうなんかいい。めっちゃ見てみたい。でそれやったらもうデカパイと目指してくれますよね。女だった。何の話ですか、何の話だよ。、はい、ごめんごめん、めっちゃ面白かったです、ほんまに。ありがとうございます。いやいや、ごちそうさまでした。真面目だなってお前に下ネタばっかりでごめんな。全然大丈夫です、下ネタ好きなんで。あ、そうか、はい、ありがとうございます。はい、これからの図を背負って立つぐらいの勢いで来ないと、はいはい、うん、おっしゃ、行こう、頑張る、頑張る、頑張るよ。私と一緒にお釜になれ。はい、どうぞ、いらっしゃいませ。ちょめちょめ飲みやすいから、ちょめちょめしちゃうからね。すぐ刺激が強い、ね、日本統一からのお釜統一してもらえませんか。ほんまに全国お釜統一っていうのを作ってみませんか。お釜統一だ、いいな。今まで見た女優で一番綺麗かな、すがらですか。おー、気になる。ほら、感じることができます。ビデー、ビデー。